新日本のあげポッドキャスト待ってました。どうも皆さんこんにちは、新日本のあげポッドキャストの時間がやってまいりました。デイレーシャマルコでございます。ワンキツマルコプラスワンなど落語界の情報をお届けしております、このポッドキャストでございますけれども、まずは私がデイレーシャマルコとして立川こちらです。はい、うるさい人こち、はい、三遊亭満喫。いやこの人一番うるさくないんだよ邪魔してるだけでさ、全然うるさくしないのよ我々のプロデューサーがこちら広瀬和夫です。よろしくお願いします。これはいつ頃なんですか今って。もう毎週それ言ってますね。まあ来たるべき2月に、間もなく2月になろうかとなるはずですよね。おそらく季節の分かれ目、節分でございますが、間もなくで、そうするとほらマルコさんとコシラさんで大江戸日本橋邸での会やることこの間決まりましたね。はい、2月の11日放送中にね。今考えると1ヶ月ぐらい前ですか。そうですね、ぐらいですかね。そうです、前決まったじゃないですか。はい、でもうじきですよね。楽しみですよ。あ、そうですね。何も準備を進めてなかったんですね、大江戸日本橋邸。僕予約しようと思ったらまだ何時か言うと素晴らしい。すごいですよ、開演時間も決まってない会の予約をしようっていうんだから相当好きな人ね。好きなんですよ、マルコさん。いやいや、こちらにさんでしょ。いやいや、こちらに言ってんの、長いんだよ。エコひいきですから、エコひいきですから。で、それで、その回って、ほら、このポッドキャストでも言ってましたけど、馬王師匠が、またがしですよね。そうです、またがしです。ね、それ言ってあったからいいんですよね。で、その時の条件が、なんか、誰かを出さなくてもなんかあれですか、快楽亭ブラック師匠以外ならいいよと。それね、快楽亭、ね、ブラック師匠って仲いいでしょ。私は仲いいです。でだって立川流でもそんな仲良くしてる人いないですから。だからね、マルコさんがすごいんですよ。ね、同じ一門で、ね、前から仲良かったからその引き続きっていうのは分かるんですけど、マルコさんみたいに全然別団体からひょこりこうやって顔を出して、そういうつながりを作っちゃうってのはすごいなっていつも思うんですよね。さすがにでもあれですか、馬風師匠はブラックさんまで引き受けようとは思ってない。それは無理ですね。じゃああれですよね、馬王師匠だってもともと立川流ですからね。ああ、立川談笑、生の旦那間ね。はい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 、旦那間。まあなぜ嫌がってるかというと、ブラック師匠が著書でちょっと馬王師匠の悪口書いちゃって、それを読んでしまったという著書で。そう、どんな本ですか。談志師匠が亡くなってから出した立川談志の正体という。ああ、あれ僕も読みまして、面白いですよね。中でなんか記述があったらしくてですね。そうですか。いや別にみんな馬王師匠のこと気にもしてないから読み飛ばしましたよそれも問題です。あれだってほら9位を、ね、9位さんをなんか罵倒するところものすごい多いじゃないですかあれが面白いから馬王師匠なんて別に存在感全然ないし。いやいやいや、なことない。本の中で、本の中で、本の中で、落語界ではもうね、すごいもうなんか多分きっと、ちょっと根に持ってる、根に持ってるね。ブラックとやらなきゃいいよと。僕はだからほら、文字助師匠がとにかくあの談笑の野郎だけは許せねえって酔っ払って言ってる場にもうずっといたんで、だからそうなんだ、そんな悪い人なんだと思ってね。それは歴史もね、勝者の歴史ですからね。お互い言い分あるわけで。快楽亭だけはダメだということですか。でもブラック師匠ってなんでそもそも知り合ったのは、とんでも大須演芸場で10日間泊まり込みで、で、ずっと、まあ、僕の講座見てたんですね、ブラック師匠が。でなんかこいつは俺と同じ波長を感じるやっぱりそう思われて嬉しいかどうかはまた別の問題としてね、いや競馬とかやんないですけどね。いや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 ちょっと可愛がっていただける。なるほどね。もともとね、追っかけしてたんですね、入門前。あ、ブラック師匠。面白いな。ね、なんか、錦秋番屋のね、パロディで、清水番屋とかですね。はい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 。ロシプッと言った。SM 太鼓バラとか、なんか変わったらこうやる面白いおじさんだなと思って見てたんですよ。あ、じゃあ、マルコさんはもともとそういう趣味思考ではあったってことですね。そっちに行きたいと思って。とんでも思考だった。とんでも思考で、あ、とんでも落語の会今入れていただいてますけど、出たいなとずっと思ってたんですよ。あ、すごい。入りたくてしょうがなかったと。じゃあやっぱり真打ちになったらバフン。いや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 。やんないですよね。なぜ、じゃあ、スカトロテーバフン。スカトロテーバフンですよね、これ。それが恵み。グーで殴るぞ、これ。スカトロテーバフン。顔が陥没するまで殴るぞ、これ。スカちゃん。スカちゃん。いいですね。いや、だから、なぜ快楽亭に弟子入りしない
なかったかというのが、はい、人分です。なぜですか？なぜですか？なぜですか？これを売り物にしては食えないと思ったから。そう、でも快楽亭をやめてバフ師匠ってそれではちょっとまずいんじゃないですか？いやいやいや、売りにできない。食える道を私は。バフ師匠みたいにだから売れっ子になりたいってことですよね。ね、生活はできないですね、確かにね。借金2000万男のね、本で初めて知りましたけど、うん、当時ですらブラック師匠は分筆業で食ってたので、ね、風俗ライターとかやって、落語の収入自体では食べてなかったんです、うん、そんなには ね、 ね、 そうなんですね、今は落語で食べてますけども、うん、今ってでも仕事とかたまにいやされるんですか、一緒によく二人会でやらせていただいてますね。なんかキウイさんの DVD のやつで、快楽亭、ね、それも温泉芸場の近くのお馬の親子という居酒屋で盛り上がって、はい、でブラック師匠今度こういう DVD やりましょうよっつって、いいねっつってそこで決まったんですよ。へえ、まあ、マルコさんは何よりもその行動力があるっていうのが一番いいですよね。言い出してから形にするまでちゃんとするじゃないですか。みんなね、そうこういうのできたらいいなって思っててもなかなか形にできないんですよ、うん、そこがね、そうだからマルコさんのその企画力と行動力、それこれはね本当落語家にしとくにはもったいない、うん、なんでサラリーマンになんねんだっていうね前々から兄さんのね意見としてあります。そうこれ落語家にしては本当もったいない、日本の宝だからこういう宝、うん、それはまたそう落語家だからと無駄なところにエネルギー使っちゃってる。いやあなたはデブの宝だ、うるさいよデブが余計だだからブラック師匠も自分で CD いっぱい作ってるじゃないですか、うん、DVD も作ってるし、だからなんか合うところなんですね、波長が合うっていうのがね。そうそう、で、これも結局その CD になるんです、最終的に、うん、私がですね、どうだったかな、水天宮のロイヤルパークホテルで行われている若手落語家選手権というので、優勝して10万円もらったんですね、バーって盛り上がってるとこに、うん、名古屋のブラック師匠のお客さんがビデオカメラを持ってきて、あ、マルコさんブラック師匠に一言メッセージをと言って、でもう舞い上がりながらありがとうございました、もうブラック師匠にねお世話になったおかげで10万円取れました、このお金で、僕の師匠バフを、焼肉に招待したいと、ブラック師匠に教わったあの焼肉屋浅草の肉の鈴木に招待したいと思いますと自分では言ったつもりなんですけども、自分の師匠って言わなかったんですね。この10万円で師匠を焼肉に招待しますねって。あ、なるほど。で、ブラック師匠が名古屋でビデオを見せられて、うん、マルコさんからメッセージが届いてます、うん、この10万円で師匠を焼肉に招待したいです。あ、そうか、マルコは俺を焼肉に招待したいんだ、すごい期待するんですよ。ところが待てと暮らせと連絡がない何ヶ月か後に温泉芸能で再会しまして、あ、どうもどうも、ブラック師匠この間ありがとうございまして、おかげさまでね、あのバフを、焼肉に招待して大変喜んでました、ありがとうございました、そこで俺じゃなかったのかと気づくんですけども、でも今まで期待してた分がふつふつと怒りになりまして、もう家元は金のことでシャレが効かねえが、俺は食い物のことでシャレが効かねえ、それから口聞いてくんなくなりまして、いつもなら初日からマルコどっか飲み行こうってなるのに3日目まで口聞いてくんないんですよ、おかしいなと思って、で、3日目4日目だったかな、くじったかなと思いますよね、おかしいなと思ってたら、ある日講座の上でお客さんに向かってですね、マルコお前は俺を焼肉に招待してくるんじゃなかったのかって叫び出したお客さんに向かって、おかしいよ、いろいろおかしいよ、でその時の経緯も全部説明してですね、あ、これシャレだと思ったんですよ、またまたブラック師匠、こっちはその間違ったって思ってないから、ね、その後自分の出番の講座でブラック師匠それは誤解なんですよと、これからこういうことなんですよ、講座の上でお客さんに向かって説明した、でそしたら次の出番ね、温泉芸場休日3回回して入れ替えないんですよ、すごいでそのブラック師匠が次の講座でマルコ言い訳をするな、俺はシャレが効かねえんだと思い出して、お客さんそれ全然ないか分かんないよ途中見ただけじゃこれマジだと思ってですね、すぐ楽屋でブラック師匠に、あ、私大変な勘違いをしておりました、何月何日もし空いてれば焼肉にご招待したいんですがいかがでしょうかって分かった、じゃあカルビクッパつけたら許すって言われました、でその時非常に盛り上がったお客さんも、もうライブで一体感あ、でところがその時は録音してなかったので、これはちょっと面白いねと後で仲直りしたと、じゃあ再現しようっつって、日本橋手を借りまして東京で、ここは名古屋の温泉芸場ですよという体で、また喧嘩したんですよ、マルコお前は焼肉をしてるんじゃなかったのか
完全に再現して、それを CD にブラックショーがしてくれて、ブラックマルコ二人会っていう CD が出てる。なるほどね。すごいな、もうそれだけ聞くとアングラですよね。もうなんだろうな、落語ってメジャーなシーンには踊り出なくていいんだなっていう。そうだ、なんかあの画廊ぐらいでいいんじゃねっていう感じがしますよ、ね。なんかとんでもない人たちってすごいなっていう感じがします、ね。社長が合うんですね。社長がね、確かにね。面白いな。満喫師匠は一門以外でそういう風に世話になったかなって言いますか。もう、いや、いっぱいやっぱかも。いや、でもほら、そういうさらっとっていうよりもなんかね、しっかりとエピソードが一個あるようなっていうと。ああ、なるほど。家元とよく会ったとかっていう。家元はよく見かけましたね、一方的に。僕はだから別にそんなそうないかな。いや、でもそれはもちろんいろんな先輩方にお世話になってますけどね、でもほら世話になるってもね、ちょっとほら仕事回してもらったりとか、アドバイスもらったり程度だったら、結構誰でもあるじゃないですか、やっぱそっから一歩踏み込んだ先輩って、一歩踏み込んだ先輩ね、そうだね。それはじゃあちょっと考える時間、考える時間が必要なのか。今何のためにマルコさんの話をさ、楽しかったよ、今楽しかったんだね、楽しかった、ちゃんと聞いてたんだ、お客さんかい、上から楽しかったよ。周囲切りそうになったもんね今。こしらさんは断交師匠と。僕は断交師匠ですね、もう断交師匠。今何かと話題の、もう断交師匠ですよ。いや、僕ね、立て替え令の中でちゃんと口を聞いたことがあるっていうのが、まずあのうちの師匠、あとはちゃんと口聞いたんですね。まあ口聞いたっていうか、あのちょっと会話っぽいことをしたことがあるっていうのが、パソコン直せとか、そうそうそう、師匠こうこうこうやしようみたいな、だからその会話すらなかった、ない人がほとんどですから、そうですよね。するとうちの師匠と、あとは談春師匠、談春師匠っていうのは会話っていうのも一方的に言われるっていう、お前この野郎、そうそうそう、でもほら二人きりでの空間があるっていう、本当は仲良くしたいんですよね。と、あと僕ね、談光師匠だけなんですよ。へえ、他はね、その二人きりの空間になったことが誰もなくて、で談光師匠っていうのはもともと、あの僕が周知になった時に、談志郎師匠が、お前新地になったんだから立て替えるのホームページをお前作りなさいってお客さんの前で言ったことがあって、じゃあ僕やりますって言ったから、段四郎師匠に相談するのかなと思って、段四郎師匠ページどうしましょうかって言って、段子に聞いて、段四郎さんとも話してるんですか。あ、でもあのそんな、あの二人きりでっていう、あ、なるほどね。あ、でも一回打ち上げ連れてもらったか。あ、そうだ、この間打ち上げ一緒だった。そう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 、打ち上げ二人きりじゃないけど、で断交師匠に聞く、ホームページどうしましょうかっていうと、すごいんですよ断交師匠、iPad 持ってんですよ。あ、もう僕からするとあの世代で、しかも落語家って言ったら、もう IT の I の字も分かんねえだろうっていう印象だったんですよね。どうしましょうとか、そら iPad 出して、もうさっさ、さっさとフリック入力してくから、あ、この人ちょっと違うぞと。あ、なるほどね。で、最初何回かこう話して、ホームページどうしましょうって言って、まあね、断交師匠だったら分かんないの当然ですから、で、僕もこう少し話すわけですよ。ここ、こういう感じなんですよ、今って言って。で、じゃあまたもう少し詰まったら僕の方でも軽く作って、見てもらって、打ち合わせしましょうって言って、会ったら、すごい勉強してるんですよ、ホームページのこと。そう、次やったらもっと深い話ができるようになってて、断交師匠すごいと思って、で何回もやってると本当に断交師匠なんかだんだんホームページのエキスパートみたいになってきて、あの聞く質問がどんどん複雑になってくるんですよ、検索で出すにはこれ SEO っていうのが SEO って言った今みたいな、すごいんですよ。そうで、あ、この人すごいんだなと思って、じゃああれですよね、じゃあひょっとすると今後芸協のホームページがすごくなぜそうなるか、なぜそうなるか、なんとなくそんな気がふっとそんな気が。でもね、断交師匠ね、あの僕ね、なんだろうな、気を使うのってかっこいいなって断交師匠で思ったんですよ。で、それまではその落語会の前の時間とかにちょっと会って、じゃあちょっと打ち合わせしようかみたいなだったんですけど、ちょっと間が空いてる時があって、じゃあどっかで待ち合わせて話をしようってなって、分かりましたって、君四ツ谷だよねって言うから、なんで知ってんだろうと、俺断交師匠が住んでるとこ知らないのにと思いながら、君四ツ谷だよねって、俺ちょっと用があるから、じゃあ市ヶ谷か飯田橋で待ち合わせようかって、ああ分かりましたって、まあ、言ったんですけど、後から考えると用があるかどうかは分かんないんですよね、断交師匠が。
でもあきっと僕が四ツ谷に住んでるから、うん、すごく寄せてくれたんだなと、わざわざ断交師匠クラスがですよ、でも後から考えなければあ本当に用があったんだなと、四ツ谷で待ち合わせだって言われたら、うん、あ僕のためにわざわざ来てくれって本当すいませんっていうふうに、んうん、ね、謝んなくちゃいけないけど、確かに、ね、うん、近くに、うん、ちょっとずらすってね、そうそう、ちょっとずれててしかもついでだからって言われたら、うん、あ別に俺のことを気を使ってやってくれたんじゃないんだなってこっちが思えるから、断交師匠すいませんというのを言わないじゃないですか、でも後から考えるとあれそれそのところすら気を使ってくれてたのかなと思うと、かっこいいな俺はっていう、いや本当だからその立川流の両親とかね、そうミスター気遣いとかね言われてましたよね、本当ね、家元に一番ハマってたって、ね、そうそうそうね、だってうち弟子だったうち弟子唯一男子師匠がっていうね、なんか本で読みましたけど、うん、あの男子師匠がこの弁当食っていいぞと、うん、当時うち弟子時代の男子師匠に言ったら、こいつは偉い、半分だけ食いやがったって、はい、ね、がそう、あの気使いすぎるやつは食わない、うん、バカは全部食う、うん、でもこいつは半分だけ食ったんで、正解が分かんないんですよ食べ残したのを良しとするというのは柳屋じゃダメなんでしょ、全部ダメなんでよくわかんないですね、すごい、でもなんか断交師匠のことはすごい褒めてます、ね、そう褒めてますよね、本当褒めてました、本当あの褒めてましたし、あの落語も面白いですからね、断交師匠のはあの本当その正攻法なんだけどやっぱりそのすごいひねりが効いてるし、あと現代的な部分もすごくあるんですよね、だからその程の良さっていうのもで芸風明るいし、はい、声が大きくてね、うん、しっかりしていてよく通るね、だから寄席とかに出たらすごく戦力がある、ね、寄席で断交師匠見たいですね、寄席の定席でね、まあ、できればだから落語協会とかじゃなくて、うん、もう一つの団体の方が多分あのよくね見れるんじゃないかな、うちだとねちょっとまたあのしがらみがねありますから、いろいろねお客さんだからまあ新地の数も多いですからね、そうですね、だからまあもう一つ団体あるから多分そういうところだともしね仮に、ひょっとして、ひょっとしてがあればね、あればね嬉しいですね、あるとね、本当にいいですよね、そう思いますけどね、だからこれからね建て替えるもどうなっていくのかっていうのは、ね、建て替えってもその場合その場合その場合どう例え仮に、仮にあの建て替え、建て替えの代表じゃないですけど僕は答えますよ、いや答えなくてもいいですけどどうなるのかなって、うん、どうするどうなる、今あの去年ね、はい、マルコさんが男子祭りは立川流祭りでいいんじゃないかっていう提言をされたんです、はいはい、僕もポッドキャスト聞きました、でも、うん、現実には男子祭りなわけですよね、うん、タイトルがそうですね、ということはつまり立川流祭りではないということですね、はい、そうすると男子の弟子っていう事実がありながら、うん、はい、他の活動している人たちっていうのは、はい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 、どうなんだろうなって僕なんか思っちゃうんですよね、つまり快楽亭とか ね、 うんね、さっき話題に出た快楽亭もそうですよ、ね、まあ、馬王師匠のことは誰も呼びたくないだろうしあの、ね、求めてないですけど、ね、しがらみがありますから、ね、しがらみが、ね、自分で出てった人だから、うん、であの馬風師匠との仲をね悪くさせる、いやいや、あのしがらみがあります、そこだけなんで広瀬さんトーク長いんだ例えば快楽亭とか、うん、わかんないですけどそれこそ色物でマグナムさん、ね、そうマグナムなんかも ねそうですし、いやだから今回雷門とか今回その断交師匠がね、その出るっていう、まあこの放送中どうなってるかわかんないですけども、まあ、あの去年ツイッターでそういう話題がありましたね、うん、したそうそういうなって、じゃあ立川流というのが今後その落語協会とか円楽堂とかっていうようにそういうなんだろうな、くくりくくりになるのか、必要がなくなるのかもしれないなっていうのは、なんかそういうなんか雰囲気が、うん、あのむしろその立川流の真打ちの方々ってそれぞれどう思ってるのか分かんないですけども、うん、一門意識があるのってやっぱり例えば志らく一門で、うん、あのなんか落語界に例のない真打ちが二つ目の下になるみたいなことを、うん、まあ勝手に決めるとね勝手にかどうか知らないですけど、うん、理事会では通ったんでしょうけど、とか談笑一門会みたいなね、うん、きちんとその、まあ、お客さんをちゃんと呼んで、はいはいはい、一門この一門って面白いなって思わせるような会もやってるところもあればね、うん、っていうような、だからそのそれぞれ
れ、まあ、志の輔一門と談春一門と志らく一門と、ね、談笑一門とかっていうのは全然違うカラーを持って独自に活動してるじゃないですか、だからそう考えるとあの立川流っていう言い方がどこまでどうね、そうだから談春祭りをやるんだったら、まあ、仮に立川流から芸協あたりに移る人がいたとしても、でも談春の弟子なんだから別に破門されたわけでも何でもないわけだから、それは立川流の一員じゃなくなっただけだから、談春祭りも来た方がいいんじゃないのかみたいなね。いやでも今後から今後その立川流の一員っていう考え方も変わってくるんじゃないかなっていうふうに、そうですよね、一員だからじゃあ立川流がやってるその日暮里とか広小路に出てるから一員かっていうとそうでもないじゃないですか。そうだね、出てない人もいるし、実際だって本当にあの新内だってそれこそ当然のことながら談春師匠とか、ああいう会出ないわけじゃないですか、たまに出たりはしますけどね全く出ないわけじゃないですか。だからその立川流の一員って何なのかって言われたら、落語協会じゃない、芸術協会じゃない、円楽堂じゃないから立川流みたいな、そうですよ、ね、だからその消去法で結局俺たち立川流ねみたいな、だから快楽亭もだから、ね、まあ、あの立川流の顧問についての発表が今現在どうなるのか僕分からないですけど、まあね、家元にそういろいろ提言をしたとされる方が、まあ、顧問なのかどうか僕は分からないですけども、ね、別に快楽亭だって男子の弟子のままだったわけだから、家元が亡くなる前、あいつは破門したって言われたわけじゃないわけだからですよね。だから別に男子祭りに出てきてなんかエロ話やってもいいかなというね気はしますよ ね、 今後はそのなんだろうな、芸ね、その落語協会に所属してる立川の名前がついてる人が出てくるかもしれないですし、それこそ円楽堂にも立川の名前を持ったまんま円楽堂に入るってことも可能なのかもしれないですし、円楽堂の場合五代目円楽一門会っていう名前だから正式にはね、なんでしょう、それはいいじゃん、広くやろうよみんなでさ、仲いいっすけどね。僕なんかはあのバフの弟子ですけども、あのうちの師匠落語一席も教えてくんないんで勝手に覚えろっつんで、馬王師匠に結構座ったわけ、ほぼということは僕も立て替わりなんです、芸は。芸は立て替わり。なるほどね。あ、じゃあ、だから、小白さんと割と近いわけ。一応、立て替わり流の人から習ってる、まあ、習ってるかどうかさくって、小白さんの場合ね。立て替わり流だっていうことですね。そうですよね。立川談笑から習ってる、ね。どういう考え方をするか、あれなんですけど、ね、今、名前がたまたま霊々者、馬王だったんですけど、うん、立川談笑からなんですね。もともとはね。ずっと教わってる。でも、ウィキペディアから教わればもっと似てくる。それ、小白さん。ウィキペディアだからね、もうその寄席という形態がね、じゃあどこまで今のまんまできるかっていうのはありますけど、そろそろそのボーダーみたいのがなくなってくるのかもしんないなっていうのはね、まあね、だからどうなんですかね、五代目円楽一門会的にはどうですか。おしっこしたいですねそろそろやる気ゼロか。いやいや、そんなことないんですけど、ね、だから取り始める前に暴行大丈夫ですかって聞いたのに。そうです ね、いろんなことで気を散らしたんですけど、なかなか難しいある、ま、前の中で今おしっこが一番大きい締め方をしてるよね。あの落語協会は一般社団法人で、はい、落語芸術協会は長くなりますよ、あの公益社団法人、どういう違いが。で、違います、公益社団法人を名乗る以上、はい、その業界のために、あの発展するような公益性を持った事業を行わなきゃいけないんですね。トイレもいっぱい作らなきゃいけないです。だから、あの、だから落語芸術協会のことだけをやっていてはいけないんです。公益を名乗って。なるほど、落語界全体のことだから。例えば立川流の人を呼んだり、それも公共事業の一つだと。だからかわいそうだな、寄席に出れない人たちは。仮にその大きな枠組みを作るとすれば、その公益社団法人の落語芸術協会がありますね。で、そこにその全ての団体を所属させて、その中で、まあ、落語協会を名乗ったり芸術協会を名乗ったり、円楽堂を名乗ったり立川流を名乗ったり、なるほど、ね、という考え方はできるんですよね。なるほど。だから国がそこは認めてるわけですもんね。そうですね、1個ね、それをやると補助金が出ますから。な
なるほどね。今現在芸術協会はあのカンボジアに小学校を作って、うん、で歌丸師匠の落語会があったけども全然意味わからないんですけど、うん、全く意味がわからないこともやってますので、今回全体のためになるんですか。だからそれはそれでね、一応文化庁文部科学省の、ね、日本の文化をみたいなのもあるしね、ことでやりますけども、これからねその再統合ね、落語界再編もしかしたらあるかもしれませんよ。ね、一本化した方がいいんじゃないですかね。本当に興味なさそうですね。マキシはどう思いますか。やっぱおしっこしたい、ね。一本化したらあの炎症問題ももう少し分かりやすくなるんじゃないですか。そうですね。炎症問題もあります。でどうなんですか、はい、炎症問題。そうですね。ひろさんここからひろさん。結構気を散らそうと思って。はい。だからどうですか。かなりそうですか。今大部分をね下半身の方に取られてる状態ですけども。ただまあそういう考え方もねやっぱりありきということで、まあどういう考え方的にはね、はい、どういう考え方でしたかね。ごまかすのネタすぎるだろお前。いや炎症問題ね。炎症問題ですよね、うん、誰が継ぐんだ、誰が継ぐんですか、はい、結局演奏師匠も炎上師匠も後楽師匠も継がない、はい、誰が継ぐんだろうみたいなね、これどうするんでしょうね。春風亭流氏はどうなんですか、うん、それ僕ら関係ないですよね。それは誰一人関係ない。広瀬さんちょっと関係ない話を やめてもらいましょうかね。ちょっとトイレに行く手間もありますから。炎症問題と密接にある意味関わってくるんじゃないですか。ああかかってきますね、そこのところはね。連絡協会的にはね。それについては次回。次回喋れねえと思うよ。次回小白兄さんがみっちりと炎症について語ります。俺がか。でももうちょっと時間ありますよね。大丈夫ですよ。じゃあちょっとみっちり語って。こらこら。こら。いいね、芸があるね、満喫ちゃん、芸があるね。わかりました。じゃあそろそろ満喫さんの暴行が限界だということですね、はい、広瀬和夫エコヒーキ3人会満喫マルコプラスワンでございますけれども、次回は2月の25日ゲスト三遊亭ジョージ、そして、2月で、最終回でございます、はい、3月10日からは小白、マルコ、満喫の新日本の和芸が復活するわけでございますね。お願いします。会場がですね北沢タウンホールです。これはですね、一番いい行き方は新宿駅から小田急線に乗りまして、いや、あの代々木上原の方がいいんじゃないですか。代々木上原、そういう行き方もあるな。そうですね、あの僕はあれですよ、あの西荻窪なんで一回吉祥寺まで出て、ヘイユー関係ないのペイユー、トンペイかと思った今。東京0354788006までお願いします。それじゃあ満喫さん最後に一言だけ言ってトイレ行っちゃってください。はい、もう間に合わないかもしれないので広瀬さん、もしそうなったらすいません。新日本のワゲポッドキャスト